つけるけど、これができてると、もし病気しても治療がしやすいんで、まあ要は時間があるときは毎日してからそっと食べましょう。これはあの食事じゃなくてトレーニングなんで、少しご褒美みたいな。で、手からもし食べてくれたらですね、とにかく褒める。要は言葉で褒めるのと、もう体持って触ってあげる、要は手に投げてほしいんだよ。これが基本です。で、これができたら3つやってほしいんですけど、そのうちの2つだけ言います。名前がついてるじゃないですか、くーちゃん。この名前、くーちゃんって言って、手に手で名前呼んだらアイコンタクトします。名前呼んだらアイコンタクト、こっち向いてくれればいいけど、もし向かなかったらもう目と目を合わせちゃって、アイコンタクトして、アイコンタクトができたら、この一番ご褒美ハンドフィーリングして褒めてあげる。それ大事ですね。やっておいで、短い距離でおいでって来てくれたら食べさせて褒めてあげる。できそうですね。ぜひともこれやってください。で、あとブラッシング、慣れてきたらまず指でこう撫でてあげる。で、さらに慣れてきたら、なんか100円ショップなんか行くと、こういう眉毛かなんかケアするね。こういう、まあ、柔らかい歯ブラシとかでいいですから、ブラッシングも鳴らしてあげてください。で、これすることによって皮膚が刺激されるから、あの血液循環が良くなって体脂肪も燃えやすくなるんでね。そういうのも慣れてあげる。まあ、最初は指でやるといいかなと思います。この体とか、目の上とか。で、そういうことをするときに、ここを使うんですよ。おいでっつってご褒美あげて褒めて、ここで、まあ、ブラッシングとか、処置をして。で、終わったらまた、やりながらでもご褒美あげて、終わったらまたご褒美あげて褒めてあげる。そうすると、このストレスがなくなって、もっとやってっていうふうになってくれると、やりやすいですね。というとこですかね。で、まずはこれ、4日から1週間つけて、で、また見してください。で、あと、予防注射はないんですけど、あのこの子たちに予防できるのはね、寄生虫予防、抗寄生虫。抗寄生虫。モキシデクチンという薬がありましてね、ここにピリッとと垂らすと、体の表面の寄生虫とか、消化管の寄生虫とか、血管に来る寄生虫が予防できます。1回1200円かかりますけど、まあ、大体1ヶ月ぐらいは効いてます。やる子は月に1回やってもらってますので、これをまあ今度来た時にあのつけれれば、まあ、強制じゃないんですけどね、つけれればつけたい。で、このモキシデクチンのトピックスですね、イデルメクチンっていうお薬がありまして、これの進化したのがモキシデクチンです。で、この元のイデルメクチンでね、2つ大きなトピックスがあって、オンコセルカブ病っていう、人間の話ですけどね、あのアフリカとか、から南アメリカ、南米もそうですね、川辺に住んでる人とか、その捕虜とか蚊とかそういうのがいっぱいいるんで、それに刺されてね、寄生虫感染する。細長いちっちゃな虫が体に入ってきて、運が悪いと血液循環の虫が目に入っていっちゃう。そうするとそれで目が見えなくなっちゃうのをオンコセルカブ病って言うんですけど、こういう人たちがとても多いんですよね。で、そういう人たちに対してこのイデルメクチンをちょっと飲んでもらったんですよ。そうすると副作用なくこれを激減したと。 100% しか飲んでるわけじゃないんだけど、で、これすごい薬だねってことで、6年ぐらい前にあのこの薬を発見したのは日本人の先生で、まあ、ノーベル賞を取られました。大林先生。それが一つと、他もう一個は、まあ、だいぶ収まってるけど、コロナ、新型コロナ、初期に来て亡くなる人も多かったじゃないですか。で、その頃からね、このイデルメクチンがなんかコロナに効くと、増殖を抑えると、そういう効果が言われてて、日本では結局認可されなかったけど、ヨーロッパとか東南アジア、特にインドなんかではね、これを結構使ってた。実際にもう予防でね、この治療薬を配ってたんですよ。コロナの抗生剤と痛みを含めてね、まあそういうお薬がイデルメクチン。
でそういうの進化した薬がモキシリンですね。とても副作用がなくて使いやすいで、なおかつ飲むんじゃなくて、ここに垂らして、ね、で1、2時間で皮膚から吸収されるから使いやすいかなと思うので、まあ一応皆さんには小鳥もやってるつけてるんですけどね、まあ、次回これ観察してをつけてまた見せてくださいという、ここまででご質問ありますか？大丈夫です。はい、じゃあ止めます。